ドイツ一部シャルケに所属する日本代表 DF 吉田麻也34の契約延長が決定しそうだ。イギリスメディア 90min ドイツ版によると、今季加入した吉田はクラブとの契約で公式戦25試合に出場すると自動的に契約が1年延長される条項があるという。すでに今季24試合に出場しており、4日のボーフム戦でプレーすれば、25試合出場を果たし、来季もシャルケでプレーすることが可能になるという。ただ、シャルケは現在勝ち点16でリーグ最下位。勝ち点20までの5チームが激しい一部残留争いを繰り広げている。同メディアは、シャルケが2部に降格した場合、契約は無効になる。吉田は新しいクラブを探すことになると報道。来季の動向はチームの成績次第と言えそうだ。そんな中、シャルケは1月に DF モリッツ・エンツ23が加入すると、吉田と共に高パフォーマンスを披露。直近5試合1勝4分けで失点1と守備面に安定をもたらし、最高の守備陣として吉田の評価も急上昇している。シャルケのトーマス・レース監督も、吉田は最初、慎重だったが、ビエンツがいることで安定してきた、と称えた。吉田には J リーグ復帰を熱望する声も出ているが、リーグ残り12試合で一部残留を勝ち取り、来季もドイツでプレーすることになりそうだ。